2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦九州大会 in オートポリス。帽子支給です。今から旧タイプから新タイプに。俺これ真っ直ぐなのね、あんまり。富士大会と鈴鹿大会としっかりとポイントを、ね、取ることができているシーズンが続いているので、少しでも多くのポイントを取りたいという思いで、まあ、迎えたレースウィークだったかなと思います。90分間のフリー走行がスタートしました。トラブルはないよね、まあ、今のところ大丈夫そうですけど、ブレーキのタッチだけ気になる。まあ、予選決勝、まあ、各チームいろいろと試行錯誤をしているという状況でもあります。これでも引っかかる予感しかしてない。ちょっと結果的に言うと全然良くなかったんですけれど、ちゃんとしたアタックができなかったっていうのもあったんで、まあ、でも次も予選しかないんで、ちょっとそこは切り替えてやっていきます。頑張っていきます。フロントスクラブどうしようかな。フロントのスクラブやるならこれアウトインで入ってよ。予算的にはやってみたいと思います。ちょっと不確定な要素が多いんで、今回はちょっとやってみたいと思わないな。リレー自分で走って直感で、今ウォームアップして、それで感触で、最後はリレーが直感で決めた方がいいと思うよ。了解。さあ、Q1 グループ B の10分間スタートしていきました。アタックに入っていきます。もうホームストレート戻ってきて、そのタイムがさあどうだ、ついけるか。フォーターじゃ、もういけたか、いけた。よし、リレー5番手、リレー5番手。よっしゃー。で、これはもう見れるでしょ。だったらさっきのやつと同じなやつでいく。でもアウトプッチェルとかできるならしたいなと思って。アウトプッチェルするんだったらちょっとのやつだけだけど。さあ、7分間の Q2 です。フロントスクラブという、手法でコースインしていきました。今4台ですか。ニュータイヤ4本組は、少し待ちますね。残り時間5分を切っています。OK 行こうか。フーズミンも残り4分手前のところで今ピット離れていきます。各社ウォームアップタイヤの使い方が分かれてきましたね。あっという間に残り時間2分半です。入ってますかね、福住リレー。ホームストレート帰ってきます。宮田理智が1分26秒480。さあトップ坪井、関口が来ますが4番手1分27秒0。
平川が帰ってきます。平川4番手、関口の前に出ます。坂口瀬奈が2番手、リアムローソンがその2人の間に割って入る。で、牧野が来るぞ。牧野は6番手。松下信春8番手。さあ、山下健太だ。山下健太も伸びず6。小高がクラッシュ。今日ピットいい予選だったよ。ポジションはどうね。まさか5番手いいセット。カウントアタック正解やったな。今日はありがとう、ありがとう。5番手に久留美選手、今シーズンのベストグリッドからということになりますね。3列目から明日決勝の。レースというかモータースポーツって楽しいもんだと。すごい辛いことをドライバーもやってます、チームのスタッフもやってます。でもどっかでね、笑顔が生まれるようなそういうチームを、そこで優勝であったり上位入賞を目指すっていうのが理想ですね。簡単にはできないですけど。やっぱね、自分を信じた方がいいよ。最高や。フォームもそうだけど、本当セットアップなのかな。OK、行こうか。さあ、全車グリッドに収まります。グリーンフラッグが振られます。2023スーパーフォーミュララウンド4九州大会 in オートポリス、オールレッドからブラックアウトで今スタート。久住が宮田を狙っています。宮田のストレート速い。今のは後ろに通すから前をかけてこう。五番手福住以下のこの一つのトレインというところも果たしてどういう風な判断をするか。山下に対してどう動くか。どう動くかね。ちょっと到着気味っていう感じになるかな。さあ、福住の後ろですが、山下健太がじりじりと近寄ってきますが、ここは1コーナー、まあ、後ろにつくというとこまではいきませんでした。ちょっとこれだったかな。今3秒台に落ちてきました。もうこれ変えれる、変えれるけど準備します。聞いてみて。準備しよう、準備しよう。さあ、じゃあ入りました。さあ、マキノが入りました。今後ろだとマキノが入ってるからプッシュしてる、プッシュしてる。もう全力だよ、全力。マキノが出ていて、セッターズの方が動いちゃったといきなり、だから変えた方が早いのは早い。上位勢福住が入っています。あ、ジェムですね。ジェムがいて、はい、リアムローソン。ここは同一周回ですので、はい、まあ、簡単には譲ってくれません。ちょっとやばい、これも落としたらもう一回来た方がいいわ。目の前まだビット入ってないやつ。いいね、ちょっと後ろにいるレーンのペースはちょっと速い。31秒台で走ってる。
気が硬すぎてどうしようもない。いや明らかにフロントおかしいよこれ。うわあ、勝った。さあ、1位です。そしてセーフティーカーで、タイヤ変えてなかったチームチャンス到来となるのか。今8番手、8人今8番手。後ろ大きい何秒あと。後ろ萩本76秒。ありがとう、お疲れ。受けられてるみたいなのが全然感じない。あと確かに跳ねてるのはモニターで映ってた。あ、まあ、みんなも跳ねてるけど、まあ、ちょっとうちら多いかなというふうには見える。ブレーキ勝負ができない。だからレーンに行かれた時もういい締めようかなと思ったんですけど、そうやってクーリングがひっついて離れたり、ひっついたり離れたりしてるけど、ポイント取っても喜べない。そこで悔しさが出てきてるから、レベルの話も俺らの中では上がってから。まあ、今まではポイント取ることができなかったチームだったんですけど、今年はもうポイント取れるチームにはなってきたと思うし、今日は5位からスタートしたので、あと2つ上がれば表彰台も夢じゃなかったというか、手の届く近いところまで来てたから、やっぱりその分がすごい悔しいですね。せっかくこういう風にね、しっかりとポイント取れてるレースが続いてるんで、まあ、ただポイントを取るだけじゃもう悔しいっていう風にチームの雰囲気にはなってきてるし、まあどうすればもっとトップチームに追いつけるのか、まあとにかくもう早く皆さんで喜びを分かち合いたいなと思います。